フアン・モナコは、アルゼンチン・タンディル出身の元男子、プロテニス選手。ランキング最高位は、シングルス10位、ダブルス41位。ATP ツアーで、シングルス9勝、ダブルス3勝を挙げた。身長185センチメートル、体重76キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 ビジネスマンの父と建築家の母の間に生まれたモナコは6歳からテニスを始め2002年にプロ入り2004年には男子国別対抗戦インデビスカップアルゼンチン代表に選ばれるとその3ヶ月後には早くもシングルスランキングトップ100に入りアルゼンチンテニス会期隊の若手として注目を集めていく2007年全豪オープンにて2007年は モナコの大きな飛躍の年であった。2月に地元のアルゼンチンオープンで ATP ツアー初優勝を遂げると、5月のヒッポ、グループテニス国際、7月のオーストリアオープンでも優勝。この年の4大大会においても、全仏オープン、全米オープンでともに自己最高の4回戦まで勝ち上がる。党の活躍により、年初に69位だったランキングを年末には23位。 にまで急上昇させた。2011年全米オープンでは4大大会で3度目の4回戦に進出。4回戦でロジャー・フェデラーに1から6、2から6、0から6で完敗し、ベスト8進出を逃した。10月のバレンシアオープンでは準決勝で、前年優勝のダビド・フェレールに7から5、1から6、6から3で勝利して、初めて、 クレイコート以外の大会のシングルス決勝に進出したが、決勝でマルセル・グラノリエルスに26、六四六七で敗れた。スペインとのデビスカップ2011決勝では、親友のラファエル・ナダルに一から六一から六二から六で完敗した。チームも一勝三敗で敗れ初優勝を逃した。2012年2月のチリオープンでは、決勝で同じアルゼンチンのカルロス・ベルロクを六三 67、61で破り、2007年以来のシングルス4勝目を上げた。4月の全米男子、クレーコート選手権でも、ジョン・イズナーを62、36、63で破りシングルス5勝目。7月のドイツ国際オープンで、トミー・ハースを75、64で破り6勝目を上げている。2012年7月23日付のランキングで10位に、なりモナコは28歳で、 初めてのトップ10入りを果たした。9月のマレーシアオープンクアラルンプールでは、決勝で、ジュリアン・ベネトー7を7号、46、63で破り初めて、ハードコートの大会で優勝した。2014年4月全米男子、クレーコート選手権1回戦にて、クレーコート200勝を達成した。2015年マイアミオープンでは、フェルナンド・ベルダスコを破り3年ぶりとなるベスト8に、進出している。 2016年全米男子、クレーコート選手権では3年ぶりにツアー優勝を果たす。5月の BNL イタリア国際では3回戦で、世界ランク4位のスタンワウリンカに6から7、6から3、6から4で勝利し、ベスト8に進出。準々決勝は怪我のため棄権した。モナコはオリンピックアルゼンチン代表として、2008年北京五輪と2012年ロンドン五輪の に大会に出場している。2017年5月15日に引退発表を SNS で言った。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。